趣味キッチンです。今日はですね、旬の野菜の秋ナスを使った非常にお手軽に作れる、こう秋ナスの美味しさをしっかりと感じられる秋ナスのピカタですね。ピカタっていうのは卵液をまとわせてこう香ばしく焼いた料理なんですけども、今日は秋ナスを使ったピカタですね、こちらを作っていきたいと思います。この動画がもしよろしかったらチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介まずはしていきたいと思います。まずはこちらナスですね。今日はこう長ナスなわけじゃないんですけど、ちょっとこう長めで大きめのナス使っていきます。それからロースハム、こちらがスライスチーズですね、とろけるチーズ使っていきます。それと卵、パセリに小麦粉で、これがちょっとこうスパイシーさを加えたいのでガラムマサラですね、加えます。塩、それから黒胡椒で、これはソースに使うカットトマト缶ですね。で、こちらがパルミジャーノ。以上の材料を使って今日は旬の野菜の秋ナスを使った秋ナスのピカタですね、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずは鍋用意して、ここにカットトマト缶加えて火にかけて沸かして、トマト缶の酸味ですね飛ばして、簡単なトマトソース作っていきたいと思います。火にかけたら一つまみの塩で味を整えます。もしある方はブレンダーなどで滑らかにします。はい、トマトソース煮詰めている間に卵液ですね、ピカタ用の卵液作っていきます。まずはパセリ、こちらはみじん切りにします。はい、で次にボウルに卵、そしたらしっかりと溶いてあげて、次にさっきみじん切りにしたパセリ、それからガラムマサラとパルミジャーノですね、加えます。それから一つまみの塩と黒胡椒加えたら再び混ぜていきます。はい、これで卵液は完成ですね。すいません、入れ忘れてました。それからオリーブオイルですね、オリーブオイルを少し加えて、このオリーブオイル加えることによってこう卵がパリパリに焼けすぎるのを防いでくれるようになります。なのでオリーブオイルを加えてしっかりと混ぜたら、これで卵液完成ですね。はい、続いてナスはヘタのところを落として、そしたら端っこを少しだけ落として、まあ、形を整えるためですね。1本大体半分ぐらいにカットします。カットして少し横を落として、こういった感じに1本を半分にして4つにします。で、この余ったナスっていうのは今日は他の料理ですねに何か使ってもいいんですけど、まあ、それだと取っておいて忘れてしまうとかっていうこともあるかなって思うので、今日はソースに加えてしまいます。今日はこの今煮詰めているトマトソースの方にみじん切りにして加えてしまいます。そうすることによって腐らせてしまったっていうことがなくなると思うので、今日はソースの方に合わせていってしまいます。はい、こういった感じにみじん切りにできたらソースと合わせてしまいます。はい、でソースもこの加えたナスに火が入って、このぐらいのこうとろっとした感じになっていたら OK ですね。このぐらいその水分しっかり飛んできているぐらいですね、煮詰められたらこれでソースは完成です。はい、そしたらこういったビニール袋に小麦粉加えて、さっき切ったナス入れて全体に粉をまぶしていきます。はい、粉がまぶせたらこういったバットなどに先ほどの卵液流しておいて、このナス余分な粉ははたいて落として、この卵液を全体に絡めていきます。そしたら今度はハムを半分にカットして、でこのスライスチーズ、こちらも半分にカットします。そしたらナス、それからロースハムでスライスチーズですね、乗せて、で上から
さらにこうナスを乗っけて、こういったサンドした状態作っていきます。はい、そしたらフライパンにオリーブオイル垂らしてナスを焼いていくんですけど、焼いていく前にもう一度この卵液残ってたりするので軽く全体にくぐらせます。そしたら焼いていきます。で、結構ナスにこう厚みがあるので弱火でじっくりと今日は焼いていきます。で、途中ちょっとこう動かしたりしてあげて油がまんべんなく行き渡るようにします。はい、で、片側焼けてきたら一旦こちらは返していきます。はい、で、返してあげたら蓋をして少しナスの中の方まで火が入るようにしていきます。はい、何度か返してあげてチーズもしっかりと溶けてナスもこう柔らかくなってきていたらこれで完成ですね。さらに盛り付けていきたいと思います。今回は両面2分ずつっていうのを2回繰り返してこう香ばしく焼き上げてナスの中まで火を入れています。で、ここまでできたら完成なのでお皿に盛り付けていきたいと思います。はい、そしたらキングシートなどに乗せて余分な油を切っていきます。はい、そしたらお皿に盛り付けていきます。滑り止めになるようにソースをちょっと下に敷いてあげて、この置き方は斜めにカットしてから盛り付けていきます。カットした感じはこういう感じですね。そしたらソースの上に乗せてあげてカット面が見えるように乗せます。で、このナスの上からも少しソースをかけてあげて、そしたらこれで仕上げにオリーブオイルを少しこうかけてあげたら完成ですね。ちょっとこう飾りでのっけてあげてもいいかなと思います。それでは食べていきましょう。ではいただきます。今日は旬の野菜の秋ナスを使った秋ナスのピカタです。卵液にくぐらせて焼いた料理ですね。で、間にこうナスだけだとやっぱり物足りなさ出てしまうので、間にチーズとハムを入れてこう旨味を補ってあげている感じですね。で、この端材のナスを加えたトマトソースと一緒に合わせて、ではいただきます。うん、美味しい。ナスってすごい水分の多い野菜なんですけど、そのみずみずしさっていうのをしっかりと閉じ込められてて、こう表面は香ばしく中はこうすごいしっとりジューシーな感じですね。めちゃくちゃ美味しい。うん、うまっ。うん、ワインとの相性がすごくいいですね。今日はナスを使ったピカタっていう料理なんですけど、非常にお手軽に作れますし、こうナスのジューシーさ、水分の多い野菜っていうのをすごくこう生かした料理になっているかなと思います。非常にお手軽に作れますし、ワインとも相性がめちゃくちゃいいので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。